音楽は人の心を救うことができる。この3ヶ月心を救われたのは僕の方でした。皆さんの情熱が僕にもう一度音楽の喜びを思い出させてくれました。日曜劇場さよならマエストロ最終回日曜夜9時。本当に本当に楽しかったんです。ときめく時を TBS。